結局はまたバーテンダーを進めないとどうしようもない。もしくは今 A まで行ったからジャンク屋に行くとジャンク屋が来るイベント的なものが始まってくれるといいのだが、ジャンク屋さん絡まれてばっかりだからな。たまには飲み屋に来てくれよ。ないな。ありさあ、S 行っても進まないんじゃちょっと考えなきゃだな。注文はしなくていい。マトロク。ナイトクラブのお気に入りの女王をデートに誘えるおしゃれなお店を開拓しているだと。あ、いい雰囲気じゃねえかよ。ケンシロウさんってのは意外だったね。とりあえず強めのやつ頼むぜ。かしこまりました。やっと来てくれた。これでプラスチックが買える。馴染みにならねえとプラスチックすら売ってくれてんだな、あの店主。どうだ。お前はもう酔っている。早く酔え。そして俺にプラスチックを売れ。高級なね、ジャケットとかは初めから売ってくれんのに。あ、うめえ、驚きだ。ナイトクラブの女の子たち、いや口の話だ。うーん、あんたも店寄ってくれよ。多分連続じゃいないから一旦終了して、ついでに I ランク S。 お金も美味しい。そしてトロフィーゲットってこと、これ一番上だな。ジャンク屋、ジャンク屋。ようこそ。痛い。ようこそ。ああ、イベントになったのかこれ。注文お願い。飛行のしずくちょうだい。イベントの続きが始まったか。ザク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 うん、美味しい、ね、サマーラバーズの味そっくり。お、イベントが進んでる。あ、どうも。目赤くありません？あ、おかしいですね。寝不足でして、妙な夢ばかり見た気がしますよ。若い男が二人で酒を飲んで笑い合っていたり、家族が団らんしている、私が外から眺めているんですよ。砂のように崩れていくのを見届けたら目が覚めて、そんな夢を見たときは決まって枕も濡れてて困っちゃいますよ。まあおねしょじゃないだけマジですかね。つまらない話をしてしまいましたね。しずこのしずくをお願いします。彼の酒、私に作らせてもらってもいいですかな。構わないが、痛みや衰えはありますが、いつまでも夢を見ているじじいさんにちょっと一杯作ってやりたくなっちゃいましてね。そうか、もう一つだけお願いが。飛行のしずくの作り方を。もちろんだ。どうぞ。サマーラバーズです。おや、飛行のしずくを頼んだはずですが、うん、すごく美味しそうだ。マスターのお手製ですしね。いただきます。
優しい顔をしてるぜマスター。さあ、ならばずか、ずっと二人でか。ごちそうさまでした。また寄らせてもらいますよ。ありがとうございました。そうだマスター、今度少し時間を作ってもらえないか。墓参りをしたいんだ。墓の場所がわからねえんだ。案内してもらえると助かるんだ。ああ。もちろんだ。任せてくれ。ありがとう。今度はいい思い出話ができそうだな。2万ポイント。おいしいね、報酬が一気に S になると増えた。だが俺はそうじゃないんだ。ジャンク屋のレベルを上げなければいけないんだ。ようこそ。おい、マスターが来た。ラストイベントかな。私の顔に何かついていますかな。いや、なぜあんたがそこにいる。たまには客の気持ちになりたいんですよ。傾斜たるもの、違う視点の、自分の店を見つめ直すことも大切だと思います。ヒデブラッディマリーをお願いします。かしこまりました。よし、ふう、シャカシャカシャカ。ヒデブラッディマリー、ヒデブラッディマリーです。いい味だ。たまりませんな。なぜ急に俺に酒を。相棒だったアッシュのために久しぶりにカプセル改めて思い出したのですよ。誰かのためにお酒を作る喜びをね、とお客様の笑顔を作るため復帰しようと思いました、うん、骨盤を矯正したり寝る前のストレッチでいろいろ頑張っておりました。復帰する前に最後の壁を乗れねばなりませんと。あなたですよ、ケンシロウさん。ケンシロウさんのおかげで続けることができました。ね、お酒を気に入っておられますと。ですから、その、作ったお酒を客に出して、お兄さんの方が美味しかったって言われるのが怖いんじゃないのと。そんなことはありませんぞ。で、知ってるじゃらしなんて、これっぽちもありませんぞ。と、同じ意味よ。こういうのは間違っていないのかもしれません。好評を博すケンシロウさんの姿を見て、羨ましさも少しはありました。ね。今のお客に私の作るお酒が受け入れられなかったらと思うと手が震えてしまって、ブランク焼けの復帰は怖いわよね、と。ケンシロウさんにお願いがあるんですよ。真剣勝負をしていただきたい。ケンシロウさんという壁を越えることができたら自信を持って復帰ができます。店主の体が回復するまでの代わり復帰ができるならその勝負を受けよう。手加減は無用ですよ。さらに、ヒデブラッディマリーを数倍美味しく作ることができると思います。限界を超えた美味しさを互いに追い求め、良い勝負にしましょう。まだまだ上手くなるということだ。手加減はしないぞ。ふふふ、若いっていいわね。あの人は一体何歳なんだ。生涯現役ですぞ。23,000。しかし、いや、ああ働きたいじゃない。俺はって。せっかくだから勝負を挑むぜ。ようこそ。よろしく。おっと、俺の腕持ってくれよ。よし。ついにこの時が来ました。お、なんだなんだ。マスターとケンシロウさんがかけてる勝負だぜ。あら、見事ね。場の空気も温まってきましたな。では。いざ勝負ですぞ。かしこまりました。あらあらあらきつい、たまんねえ。本気で振ってんのに全然たまんねえ。よっきょっきょっ、北斗百裂シェイク、むしろ戦列シェイクぐらいだよ。ヒデブラディマーリー、飲んでみろ。
味だ。素晴らしい。乾杯だ。カクテルだけに。今週のノルマ、ケンシロウさん、本当にいい腕をお持ちだ。あなたくらいの年でこれほどの味を作れたかどうかは怪しいです。素晴らしいカクテルでしたよ。機械、私はもう落ち込むのは早い。兄さんの酒は絶品。勢いの中に上品さを感じる。だが、ああ、マスターの酒も負けちゃいねえぜ。この渋みはベテランにしか出せねえ味わいだぜ。さすがですよ、マスター。客はあんたの復帰を待っているようだぜ。皆さん、こういう味が作れるようになったんだ。私もまた酒を作ってみたくなってきたよ。あ、おっしゅ。ちょっと、カクテル飲みたい。よかったらこれどうぞ。いやよ。あんたそれ思いっきり口づけたじゃない。マスター、お兄さん、カクテルお願い。あ、私も。元気出してくださいよ、先輩。くそ。今日は一日飲み続けるぞ。お前も付き合え。よし。カクテルではいいものですな。どっちが美味しいかなんて野暮でしたな。心を込めたカクテルをお出しできたらそれでいいんですよ。あんたの店のバーテンダーをやれて楽しかったぜ。いい経験ができた。私が復帰するまでこの店を守ってくれてありがとうございます。ケンシロウさん、お礼の気持ち、ライトフェンダーカスタムをあげます。俺は行く。今度は客として寄らせてもらう。え、あんなところにグラスが割れたら危な。あー、腰が。まあ、あのバッテンダーとして寄っていただけるとありがたいんですが。仕方ない、危なかった。だってまだジャンク屋の常連度マックスにしてないもん。6万、多く6万は美味しい。いや、ということで働ける。でもイベントは終わったね。ようこそ。もうこっからは作業だな、完全な。どうも。来たー。おっと、エモリ食品。どうもね。かしこまりました。まあこれでリセットできるんならそんなにしんどくないか。なんと眠れぬ夜です。これだよ、これ。これが飲みたかったんだよ。また店に顔出してくれよ。あんたにとってのお宝あるかもよ。ようこそ。どうも。この人も初めてか。エモリの食品。辛いのお願いしようかにょ。かしこまりました。ガリ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 。北斗選手札です。この人も商品増えるかな。いい味だ。あ、やっぱそうだな。で、次行っていなければ中断。なるほど、こいつは美味しい。いや、ようこそ。よし、嫁が嫁いでしまい昇進中。かしこまりました。よし。ガリ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 。できた。飛行の雫です。
だ。いい味。店の品揃えが増やせそうなんだ。ケンシロウさん、真っ先に提供させてもらうぜ。ようこそ。よし、あ、やっとだ。長身がエンジンオイルはまずいだろう。何が宝のようだ。ジャンケンはジャンケンでしかねえんだよ。甘いフルーツのお酒頼むぜ。かしこまりました。待て待て。よし、あ、やっとだ。これであとはあのアッシュのじいさんの3人したらもう終わりっぽいけど、まあとりあえずいいわ。目的は達成できた。結構かかったけど。ユリア、フォーエバーラブです。ユリア、愛してる。これだよ、これ。うまい。よし、いつまでも沈んでる場合じゃねえぞ。あんたの酒で吹っ切れたぜとね。世話になったし、ついでに店のパーツ大放出。よし、サラブレッドエンジン回ももらった。どうも。どうも。よし、OK。やっとだ。これで大体のパーツ買えるようになったろう。セーブセーブ。セーブをさせてくれ。